遅くなりました。遅いぞ田中、もう科学部の活動は始まってんだぞ。これが究極の低回路仮想機ロッカ君だ。見るだけで目が腐る世紀末級のドブ水ですら。ははん、どうだ田中、すごいだろう。ではこちら、ろ過した私のおしっこになります。まっ、待ちくない。科学部部長上野から放たれたドブ水もロッカ君の力により中3女子の桃色天然水へと変貌しているのだ。というわけでおしっこ飲めたのか。飲まなきゃロッカ君の力がわからないだろう。他に方法あるでしょう。か田中、こうした実験は TPO を踏まえて行う必要がある。ロッカ君が必要になる場面とはすなわちサバイバル。さあ我が水源を受け入れ、このサバイバル時代を生き抜くのだ。その水源では嫌です。じゃあ山下、おしっこ飲みなさい私の。まあまあそう言わずにまずは一杯。山下さん嫌がってますよ。それ飲んだら100円やろう。山下さん大丈夫？山下は飲んだぞ、次はお前の番だ。田中が飲まないと意味ないんだよ。なんでそんな僕にこだわるんですか。お前に飲んでほしいからに決まってんだろ。だからなんで。田中、田中は昔からそういうとこあるぞ。もういいから飲めよ。ちょっと汚いですから。汚くないわ、ろ過済みだ。田中先輩言い過ぎです。ごめん、でも今日の部長ちょっとおかしいよ。田中先輩はちゃんと受け止めてくれます。やました。だから先輩、これが部長の今の気持ちです。いや飲まないけど。なんだよこの田中は。やー、